イガラシ、オース！うわー！武田先輩！びっくりした。先輩がうざい。でかいし。笑い声でかいし。すぐ撫でてくるし。うざい。あのなの、あのなの、あのなの、イサソミ！あのイサソミ、あのイサソミ、あのイサソミ、全力で！レッツゴー！あのイサソミ、あのイサソミ、全開進め！一、二、三、そんな今日だってきっと。プレゼンして契約できれば、営業として一人前。絶対にやり遂げてみせる。よく頑張ったな、上手きた。仕事熱心だね。これからちょっと遊びに行かない？五十嵐ちゃん、いつもと少し違いませんでした。私の朝の一杯はこれだ。もっと取らせてほしいな。お二人とも姉をご存知なんですか？本当に仲がいいんですね。武田先輩とは先輩と後輩の関係以外特に何もありませんから。ばちゃん、どうしたの？なんか仕事で揉めたらしいよ。謝らなきゃならないのは俺じゃないだろ。ねえ、双葉、好きな人できた？え、なんで？五十嵐、手出せ。うっ、気にしすぎんなよ。なんでこんな後輩に優しくするんですか？一応、先輩だからな。先輩は悪くないのに、どうしてムカムカするんだろう。私のサンタ、そんなに変だった？変じゃない、全く。やっぱり泣いてんじゃねえか。先輩！笑いすぎ！うざすぎるんですけど！先輩がうざい後輩の話、2021年10月より放送開始。